ハプスブルクロートリンゲン家、ハプスブルクロートリンゲン家、毒は、ロレーヌ家出身の神聖ローマ皇帝兼、トスカーナ大公、元ロレーヌ公、フランツスシテファン、フランツ一世とハプスブルク家のオーストリア大公、ハンガリー・ボヘミア女王、マリア・テレジア夫妻に始まる家系である。神聖ローマ皇帝カール六世は男子に恵まれず、長女マリア・テレジアの婿として、ロレーヌ公。 フランツ・ステファンを迎えて、定位を継がせた。したがって、ハプスブルク家は、マリア・テレジアの代で断景が絶えており、以後は、ハプスブルク・ロートリンゲン家と呼ぶのが正しい。実際、現在でも、ハプスブルク家の正式名称は、ハプスブルクイコール・ロートンゲン家である。これは文章にも現れており、そこには神聖ローマ帝国の総統の和紙と共に、ドレーヌの正明も描かれている。 現在の課長は、最後のオーストリア皇帝カール一世の孫のカールハプスブルクロートリンゲンである。ロレーヌ家は、現在は、フランスのドイツとの国境地帯である、ロレーヌ地方にあったロレーヌ公国を統治した家系である。ロレーヌは、イニシエのロタリンギアに由来し、カロリング長期には、フランク王国の心臓部とも言うべき場所であった。がって領域は小さいものの、地理的には、 非常に重要な位置にあるため、その貴族をめぐって紛争が絶えなかった。15世紀には、ブルゴーニュのシャルルトシ信仰が、事業の間に挟まった、ロレーヌの併合を企てたが、ナンシーの戦いに敗れて、自身とブルゴーニュ公国の破滅を招いた。この戦いでトシ信仰を廃止させたロレーヌコールネ二世は、フランツ・シテファンの直接の先祖である。ちなみに、フランツ・シテファンは、 シャルルトシ信仰の地も引いている。ルネ二世は母方のバロアイコールアンジュ家から好位を継承しているが、父方のボーデモン家は母方の祖母イザベル女皇まで続いていたロレーヌ家、シャトノワ家の傍系であり、以後フランツシテファンまでの歴代のロレーヌ皇はこの家系から出た。また、ルネ二世の次男ギーズ皇クロードに始まる文子のギーズ家はバロア朝皇期に フランスで牽制を振るった。1630年代以降、ロレーヌ公国はたびたび、フランス王類14世の侵略を受け、ロレーヌ公の一族はオーストリアへ亡命して、ハプスブルク家の皇帝に仕え、以後も、ハプスブルク家との関係を深めた。14世紀初め、アルブレヒト1世の娘エリーザベットとロレーヌ公フェリー4世の結婚から、 ハプスブルク家とロレーヌ家の関係は始まっていたものの、それまでロレーヌ家はフランス王家との関係が強かった。シャルル5世は在位中に広国を統治できず、名目のみに終わったロレーヌ公であるが、皇帝フェルギナント3世の娘エレオノーレと結婚し、死死レオポルトをオーストリア領内で設けている。レオポルトは1697年のレースウェーク条約でロレーヌを一旦返還され、 翌1698年に、ルイ十四世の名、エリザベート・シャルロットと結婚した。フランツ・シュテファンは二人の間の息子である。フランツ・シュテファンは、ロレーヌ家の当主であり、皇帝フェルギナント三世と、フランス王ルイ十三世の彦でもあった。また十枚であるマリア・テレジアとは恋仲であったが、結婚と共に、定位継承者となるに際して、その国際的承認と引き換えに、 ロレーヌをフランス王ルイ十五世に譲渡しなければならなかった。ルイ十五世はロレーヌ行為を州都の元ポーランド王スタニスワフ・レシチニスキに与え、その死後にフランス王領へ併合した。代償としてフランスはトスカーナ大公国の大公位を継承した。フランスは父方からメディチ家のトスカーナ大公フランチェスコ一世の長女エレオノーラデ・メディチの母方から六女。 マリード・メディシスの血を引いていた。神聖ローマ皇帝カール六世は定位及び家督を継がせる男子を得られず、同族にも後継者たり得る男子がなかったため、国事証書に基づいて、娘、マリア・テレジアを相続人とし、ハプスブルク家領及び、ボヘミアやハンガリーの王位、オーストリア大公位などを継がせ、定位にはその夫のロレーヌ公、フランツ・シュテファンを継がせることを取り決めた。そして、 神聖ローマ帝国の諸侯に、これを承認させた。カール六世が1740年に没すると、プロイセン王フリードリヒ二世、バイエルン先帝公、カール・アルブレヒと、ポーランド王権作戦先帝公、アウグスト三世らが、ルイ十五世と同盟を結び、先の取り決めを無視して、領土の割譲や定位を要求し、オーストリア継承戦争が勃発した。 カール・アルブレヒトとアウグスト3世はそれぞれ、カール6世の兄・ヨーゼフ1世の娘、マリア・テレジアの銃、マリア・アマーリエとマリア・ヨーゼファを人しており、妻の相続権を主張していた。この戦争によってオーストリアは、フリードリヒ2世に、シレジアを奪われ、またカール・アルブレヒトがボヘミアを一時占領した上に、皇帝カール7世として退官した。しかしマリア・テレジアの下でオーストリアは、 反撃に転じ、シレジアを取り戻すことはできなかったもの、ボヘミアからバイエルンを撃退し、カール7世がわずかな在位期間の後1745年に没すると、フランツ・シュテファンが、フランツ1世として皇帝位に就いた。以後、新聖ローマ皇帝位は帝国の解体まで、フランツ1世、及び、フランツ1世とマリア・テレジアの愛の子、孫によって継承された。 ハプスブルク家とフランス王家は長年にわたり敵対関係にあったが、マリア・テレジアの下で外交革命と呼ばれる外交方針の転換がなされ、両者の間に同盟関係が成立した。その一環として、フランスとマリア・テレジアの子女と、フランス・スペイン・イタリアのブルボン家諸家の間で、政略結婚が頻繁に行われた。ハプスブルク・ブルボンの両家は、古くから、 近親婚を重ねており、また、ブルボン家は、ハプスブルク家ともロレーヌ家とも色濃い血縁関係があったことから、両家の間で、さらに近親婚を繰り返したことで創生したり体に、障害を持った人物が続出した。また、ブルボン家との関係の重視は反面で、ドイツ諸法との関係の弱体化につながった。ハプスブルク家の皇帝は、大国フランスに対抗する存在として、 ドイツ諸法。これには、かつてのロレーヌ公国も含むれるから、支持されてきた一面があり、両大国が手を結んだことで、諸行は危機感を募らせた。それはやがて、プロイセンに対するドイツ諸行の支持を相対的に高め、新生ローマ帝国の崩壊に始まり、広島戦争を経て、ドイツ統一の主導権をプロイセンに奪われる結果につながった。さらに、 南北イタリアのブルボン家との結びつきも、ハプスブルク家の北イタリア派の維持には繋がらず、両家は共に、サルデーニャ王国によるイタリア統一によってその座を追われた。フランツ・ステファンとマリア・テレジアの間には5人の男子がいたが、次男カール・ヨーゼフは成人に達せずに創生し、長男・ヨーゼフ2世と、イつオ・マクシミリアン・フランツには子供がなかっため、三男。 レオポルト二世の系統と四男、フェルディナントの系統のみが家系として継続した。フェルディナントの系統は十九世紀に断絶しており、現存する系統はいずれも、レオポルト二世の断典し損でる。ハプスブルクロートリンゲン家の宗家にあたる。新生ローマ皇帝、オーストリア大公の他に、ハンガリー王、ボヘミア王も兼ねていた。 神聖ローマ帝国は1806年に解体し、フランツ二世は定位を降りたが、これに先立つ1804年から、オーストリア皇帝フランツ一世を称しており、以後はこの皇帝位が、オーストリアイコール、ハンガリー帝国のモウまで継承された。これらの定位及び王位は、フランツ・ステファンとマリア・テレジアの夫妻から、最後のカール一世まで7代にわたって継承されたが、 直径継承されたのは3度だけである。フランツ・ステファンとマリア・テレジアの長男・ヨーゼフ2世は、父から天イを、母から、オーストリア大公位及び、ハンガリーとボヘミアの王位を継承したが、子供がなく、トスカーナ大公位を継承していた弟レオポルト2世が、代わってテイ及び王位についた。レオポルト2世からフランツ2世、1世、フェルディナント1世までは、 直系継承が続いたが、子供のないフェルディナント一世が1848年の3月革命で退位すると、弟、フランツ・カール大公、帝位を辞退の長男フランツ・ヨーゼフ一世が即位した。なお、フランツ・ヨーゼフの弟マクシメリアンは、メキシコ帝国の皇帝となったが、メキシコの自由主義勢力によって、銃殺刑に処せられた。フランツ・ヨーゼフ一世のも 1867年にオーストリア帝国はオーストリアイコールハンガリー二重帝国に再編される。オーストリア皇帝がハンガリー王を兼ねる点はそれまでと同様であったが、軍事、外交、財政を除いてはオーストリアとハンガリーの二つの政府が独自の政策を行うという体制であった。フランツ・ヨーゼフは唯一の息子であった皇太子、ルドルフの死後、 老いのフランツ・フェルディナント大公を後位継承者としたが、1914年のサラエボ事件で暗殺され、これがきっかけとなって第一次世界大戦が勃発する。大戦中にフランツ・ヨーゼフは死去し、フランツ・フェルディナントの老いカール一世が定位を継ぐが、大戦末期の1918年に帝国は滅亡し、オーストリア共和国が成立するとともに、 ハンガリーやチェコスロバキアをはじめとする多くの国々が独立した。カール一世は亡命し、1922年に病死した。6歳足らずで皇太子の地位を失ったカール一世の長男夫は、20世紀の終わりにドイツ選出の欧州議会議員を務めた。夫は2011年に98歳で死去したが、ハプスブルクロートリンゲン家の課長の座は2006年に、 高齢を理由として、長男カールに譲っている。カールも欧州議会議員を務めたが、こちらは、オーストリア選出である。トスカーナ大公国は、元来メディチ家が統治していたが、1737年に、同家が断絶するとフランツ・ステファンが、大公フランチェスコ二世として継承した。しかしトスカーナは、ハプスブルク家の本領とは、 独立して統治される本領を収める党首がトスカーナ大公を兼ねないことになり、フランツ・シュテファンから次男レオポルト2世へ、レオポルトが定位を継いだ後はその次男フェルディナンド3世へと大公位が継承された。フェルディナンド3世をもってトスカーナ大公家、ハプスブルクイコールトスカーナ家の始まりとする。歴代の大公は良きトスカーナ人だろうと務めたが、 それでもリソルジメントの波には勝てず、フェルディナンド四世が1860人に配位され、住民投票の結果、サルデーニャ王国へ並行されて、大公国は消滅した。大公国の首都フィレンツェは統一イタリア政府の暫定的首都になった。トスカーナ大公家は、その後、オーストリアの宗家を頼って、オーストリア貴族として存続し、家系は帝国の滅亡後も現在まで続いている。 モデナ公国は元来イエステケが統治していたが、1803年、エルコレ三世が男子を残すなく没して断絶した。エルコレ三世は、フランツシュテファンの4男フェルディナント大公を、相続人に指名し、また娘マリアベアトリーチェデステと結婚させていた。フェルディナントは、オーストリアイコールエステ大公を称し、新たなモデナ区下として、オーストリアイコールエステ家を起こすが、 ナポレオン戦争の最中にあって、行為を継ぐことができないまま1806年に没し、息子フランチェスコ四世が1814年に再興されたモデナ公国の公くらいについた。しかし、モデナ公国もリソルジメントの中、1860年にサルデーニャ王国に併合された。公国を追われたフランチェスコ5世には、死死がなく、名目上のものとなったモデナ公は、 フランツ・フェルディナント・大公が継承した。ただし、フランツ・フェルディナントは、オーストリアイコール・エステケの血を引いておらず、この継承はそれを根拠としないものだった。フランツ・フェルディナントが暗殺された後は、オいカール一世へ、カールの皇帝即位後は、次男ローベルトへと行為は継承された。なお、カール一世は、上記のフェルディナント・大公とマリーア・ベアトーチェ夫妻の、 長女のヤシャゴにあたるツイタと結婚したため、ローベルト以降の子孫は、オーストリアイコールエステケとの血統上のつながりがある。現在のモデナ公、オーストリアイコールエステ大公ローレンツは、ローベルトの息子であるが、ベルギー王女アストリットと結婚して、王室の一員となっており、ベルギー王子の称号をも有する。シレジア南東部にあった、チェシン公国、ドイツ語では、シェン国は、 ヴャストケ氏族によって治められていたが、女子エルジュビエタルクレツヤが1653年に母した、後、ボヘミア王としてのハプスブルク家君主の支配下に入った。しかし、皇帝カール6世の時代に、ロレーヌ皇レオポルトに譲られ、レオポルトの死後は、息子、フランツ・シテファンが受け継いだ。フランツ・シテファンが皇帝位についたことで、 写ン行為は再び皇帝くらいと統合されるが、トスカーナと同様に、ハプスブルク家の本領とは別に相続されることになり、フランツの死後は、長男ヨーゼフ2世を経てその妹、マリア・クリスティーナが、夫の作戦行使、アルベルト・カジミールと共同で受け継いだ。夫妻には、実施がなかったため、マリア・クリスティーナの弟である皇帝レオポルト2世の、三男カール大公を養子として、 広国を相続させた。カールは兄である、オーストリア皇帝フランツ一世の知性に、オーストリア軍司令官として、フランス革命戦争及びナポレオン戦争において、活躍したことで知られるが、以後カールを外する家系が新たなチェシンクゲ、ハプスブルクイコールテシェンケとなった。この家系からは、第一次世界大戦時にオーストリアイコール、ハンガリーイリック軍の最高司令官を務めた。 フリードリヒ大公、ポーランド国王候補にもなったカール・シテファン大公、両シチリア王フェルディナンド2世妃マリア・テレーザ、スペイン王アルフォンソ12世妃マリア・クリスティーナなどが出ている。チェシン公国は第一次世界大戦後にチェコスロバキアとポーランド第二、共和国の間で分割されて消滅した。チェシンクゲノチ筋はその後も続いている。 皇帝レオポルト2世の七男、ヨーゼフ・アントン大公は、創生した兄、アレクサンダー・レオポルト大公に代わって1796年に、ハンガリー副王、もしくは、宮中白、の地位についた。この家系もまた、ハプスブルク・ロートリンゲン家の有力な文家の一つとなっており、ベルギー王レオポルト2世妃マリー・アンリエット、第一次世界大戦後に、 新たなハンガリー王国の国王に一時擁立されたヨーゼフ・アウグスト大公などが出ている。主要な家系としては他に、レオポルト二世の柔軟で、ロンバルド・ベネト王国の副王となったライナー・ヨーゼフ大公の家系があり、サルデーニャ王、後初代イタリア王となるビットーリオ・マヌエーデ二世の王妃マリー・アデライデなどが出ている。既戦結婚のためハプスブルクロートリンゲンの加盟を、 許されなかった家系としては、レオポルト2世の旧男で、アルプス王と呼ばれた、ヨハン大公と平民の娘アンナ・プロッフルの間の、息子の家であるメラン伯爵家、皇位継承者、フランツ・フェルディナント・大公と、伯爵令嬢、ゾフィー・ホテクの間の子供の家系であるホーエンベルク家が、知られる。カール6世のもう一人の娘であるマリア・テレジアの妹、マリア・アンナは、 フランツ・ステファンの弟、カール・アレクサンダー公使と結婚した。カール・アレクサンダーは、オーストリアの将軍としてオーストリア継承戦争や七年戦争で活躍し、また夫婦で、オーストリア領ネーデルラント総督を務めた。マリア・アンナは子供を儲けることなく創生し、カール・アレクサンダーは、その後再婚しなかったため、二人のいずれの血筋も耐えている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。